私は今、榛原町塚山に来ています。昔ながらの遊びで子どもたちの放課後の居場所づくりを行っているわんぱく屋をご紹介したいと思います。わんぱく屋には幼稚園生から小学校6年生までの51人の子どもが通っています。子どもたちの親も運営に参加しているので、親同士が子育ての情報交換をできる場でもあります。わんぱく屋の子どもたちはコマ回しやけん玉など昔遊びが大好きです。テレビゲームや携帯ゲーム機などのハイテク遊びに対し、これをローテク遊びと呼びます。私も子どもたちにけん玉を教えてもらいました。この人の方が上手だから。すごい悔しいですね。乗っけてすぐこっち。そう、乗っけてこっち、乗っけてここ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 繰り返し。そんなこと言ったってさ。おお。ああ。平気で乗れるよ。難しい。で、こう、そうですよね。はい、おかえり。おかえり。湘南小学校の子やけど、あいつのベーゴマうまい。12月に入ってきたんですよ。はい、で遠くに向かって、はい、上に向かってやった方がいいよ。そうですね、なんか吹っ飛んできそうだからちょっと目の前にないで、そのまま投げて上にさ、投げた方がいいよ。周りをそのまま、うん、向こうに、うん、お、回った、回った。それでね、それでこうやって、はい、手に乗せる、下になった下になってる紐を、はい、いいですか、持ち上げちゃうね。手は手を、そしてが飛ばしてから手に乗せる。おお、上に上がった。おお、すごい。そのやつはちょっと嬉しい。これで朝顔。へえ。毎週ね、待って、せーので1、2、おお、すげえ。本当に弾いてました。誰の誰かけむとゆうた。ゆうたが強い。すごい。活動をまず始めたきっかけっていうのは何だったんでしょう。はい、ね、きっかけ自体はもともと学校の先生になる予定だったのが、地域の中で、環境教育宇宙にどっかで目覚め出したんですね。それ学童クラブが一番最初だったんですけども、そこで働き始めてもう17年ぐらいかな。榛原に越してきてまた7年目なんですけども、はい、そうしてるうちにやっぱり親たちのつながりもものすごく必要だなというのが出てきたし、あとは子どもたちの昔遊びする空間ですね、はい、20年から25年ぐらいの間に子どもたちの放課後の居場所づくり、外で遊ぶ場所っていうのは全くなくなっちゃったんで、そしたらやっぱ子どもたちに、僕はやるのは昔遊びを、子どもたち放課後は地域の中でやっていきましょうと、そこに親たちの同じような親たちの、居場所づくりをやっていきましょうということで、まあ、学童クラブ始めたんですね。なるほど、はい、今の状態をもっと親たちをたくさん集めながら、続けていく、うん、親たちの居場所づくりをここでやっていくっていうのは、まあ、これからの目標ではありますね。なるほど。親たちの居場所づくりができれば絶対子どもの居場所づくりは同時にできちゃうと思うんですね、うん、なるほど、はい、こうした昔遊びや自然体験のプログラムを地域以外の親子にも提供するため、沖縄自然体験ネットワークとして昔遊びの指導や自然体験を行う冒険学校を実施しています。湾のセンターみたいなですね、はい、まあ、与那国馬を使ってみたり、昔遊びが体験できるようなその広場があったりですね、で、まあ、そういう体験の場所ですね、農業やったりとか、そういうのがいつかできたらいいなという思いがありますね。わんぱく屋は
年上の子どもが年下の子どもに遊び方を教える、そんな当たり前のことが当たり前にできている、とても新鮮な場所でした。